この世には魔法のような写真が撮れる瞬間がある。東京マジックアワー。この番組は Value from Innovation 富士フイルムの提供でお送りします。今回織作が撮影するのは車いすテニス期待の若手、船水しおり選手。船水さんですか？こんにちは、織作と申します。よろしくお願いします。お願いします。車いすテニスをなさってから何年ぐらいなんですか？車いすテニスを始めてから3年半になります。3年半。はい。ソフトボール選手として活躍していた中学生の時、海の事故で脊髄を損傷。どうやってらっしゃるんですかね？普通の車椅子は、はい、タイヤがまっすぐなんですけど、競技用の車椅子はタイヤの向きがハの字になっているの で、少し触っただけでもこう回りやすくなっているので。あ、なるほど。初めて2020年パラリンピックに出たいという気持ちなので、こう挑戦者という気持ちを忘れないで狙っていきたいなっていうふうに今思ってます。車椅子テニスの特徴はボールを打った流れで回転して次の準備に入る動き。こう背中を向けて追う時の顔がすっごい素敵なんです。よく球技で言うんですけれども、サッカーの撮影やってて蹴った瞬間撮ったつもりがボールが映ってないと、打つか打たないかっていう瞬間にもうシャッター切るとちょうど打った瞬間が撮れるんですよ。ボールを打つ寸前にシャッターを切る。目から指に伝わるわずかな時間差、先を読んで瞬間を捉える。肉眼で見て把握できるものじゃないので、たくさん撮ってシングルじゃなくって連射するぐらいのシャッターを切る。ファイトですね。若い力、これからの活躍に期待。